はい、それではクリッター&ギタリーのですね、カレードスコーピオの説明をさせていただきたいと思います。これはですね、即興性のあるサンプリングマシーンといったところでしょうか。こちらにマイクも、大型の、マイクじゃないです、ごめんなさい、スピーカーですね、ついてまして、さらにですね、簡易的なこういったマイクもついているので、サンプリングしてですね、すぐにそれを、ピッチを変換させたりですね、スピードを落としたりとか、またそれをちょっとした音階にですね、変えて演奏したりということができます。で、スイッチを押しますと、中にもうすでにいくつかサンプリングさせている音色があるんですが、それがランダムじゃないですね、順番に再生されます。この下のですね、2つのボタンで、サンプリングした音の素材を、順繰りに切り替えていきます。よいしょ。右側のノブはボリュームです。で、左側のノブはですね、速度を変化させていくノブになっているんですが、緑の時はですね、ちょっと裏返しますが、はい、このような感じで、音階がですね、実は変化するようになってるんですね。で、ブルーのライトが、LED が光っているときは、無音階になってまして、ぐにゃーっとこう変化するような感じですね。ちょっと変えていきましょう。今はグリーンのランプが点灯していますので、音階になってます。音階が、音色というか、音程が変わってますね。で、半分以下になると、逆走になる、リバースになりますね。はい。それの速度を速めていくと。はい。そして、このボタンを押しますと、グリーンの LED がブルーに変わりまして、今度はですね、音階じゃなくなります。ぐにゃりと変わっていくような印象でしょうかね。はい。もっとスムーズに変化していくんですね。逆走もしかりです。はい。そしてですね、先ほどのこの簡易マイク。これ右側のジャックがインプットになってるんですが、これに入れてですね、で、このサンプリングボタンを押して、何か話すと、もうその場でサンプリングされます。で、今再生されてるループも別に消えたりはしないので、安心してどん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 やってもらいたいですね。ちょっと試しにやってみましょうか。テスト、テスト、ワン、ツー、ワン、ツー。はい。で、もう一度押すと、もうすでにちょっと再生されてますけども、一回押すとレコーディングスタート。もう一回押すと、レコーディングが、ストップして再生するということですね。ちょっと、オリジナルを。テストテスト、ワンツーワンツー。はい、これですね。これが。さらに音階にしてみましょうか。はい。のような感じで、どこにでも持ち運びしてですね、いろいろな音をサンプリングして、それを加工していくのも面白いですね。で、ちなみになんですが、よいしょ、こちら、記録されている媒体なんですが、こちらにですね、よいしょ、はい。このような感じでメモリーカードですね、入ってまして、あ、申し訳ないですね、 SD カード入ってます。で、この中にサンプリングされた音が入ってるわけなんですが、もちろんパソコン
等々からですね、この中に直接入れることもできます。でその時はちょっとナンバリングが必要なんですが、特に難しい作業ではないと思いますね。というわけで、カレードループでございました。